ハロー地球のみんな今夜もそのそそり立つような裏声でセクシーな夜を過ごしているかいレジェ宇宙式ボイスカウンセラーです。どうぞよろしくはい、というわけでこのサブチャンネルスタートしました。はい、このチャンネルではですね、レジェが幼少期から感じていた霊障、霊的体験だったりとか、お化け見ちゃった怖い話とか、あとはもう死んだ後の世界に連れて行かれた話とか、何ですか、もう本当に宇宙人だったり妖怪だったり、悪魔って本当にいるの、生き霊とかさ取り付いたらどうやってそれ外せばいいの、そんなねお悩みに、みんなの悩みを解決しながらですね、みんなで楽しくその第六感を使って次の世界へ進んでいこうよみたいな、なんとも特に誰の需要もなさそうな、そんなサブチャンネルになっていますので、ぜひ皆様ゆるりとした気持ちで聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、というわけで本日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲストさんです。レジェスピTV こちらはですね、私が当時そんなに仲良くもなかった友達の結婚式に招待された時の引き出物でもらったとっても素敵なグラスです。はい、そこに私の大好きなサントリーウイス、あ、ここはちょっとリバーブをかけてね、ウイスキーだウイスキーでしょうHi, hey, ho, hey, hey. 煩悩の数ほど飲みましょう一緒に。ブヘイハヘイハソーダストリーム。さあ、この音を一緒に聞きながらスタートしていきましょう。はあ、準備できましたか？それでは一緒に行きましょう。乾杯、チアーズ。あー、おいしい。そう。というわけで、スタートしていきたいと思います。レジェスピー TV! はい。それでは、今回2回目の、お話はですね、皆様感じたことはありますか？初めての金縛り体験。I can't make it my body. I can't, George, help. はい、っていうような皆様感じたことありますか？金縛りってあったことあるかな？金縛りの不思議についていろいろ解説しながら行こうと思います。金縛りになったことあるかないかって言われたら、私はですね、もう小学校、もう小さい小学校どころじゃないの、保育園生ぐらいの時からですね、もう煩悩の数以上ほど金縛り体験っていうのをしてきたんだけれども、その中でもさ、一番最初のやつもバージン金縛りの話について、お話ししていきたいと思います。はい、それではちょっと最初はストーリーテラー的にいきたいと思うから、こんな感じでいきましょう。それは都内某所にある古びたマンションの一室だった。はい、ちょっとあんまり低い声苦手だから、そんな感じでスタートしていきたいと思います。そう、当時はですね、私、姉、兄、レジェってなってるんですけど、長女ですね。長女が当時、私がまだ小学生、お姉ちゃんは二十歳過ぎたかなっていう時にですね、お姉ちゃんはとある都内のマンションに一人暮らしをしていました。そこのマンションにね、初めて遊びに行った時のお話なの。そのマンションに初めて行ったんだよね。結構もう外観からして割と古めの、結構古い年季の入ったマンションですね。マンションだったんだけれども、間取りとしては大きいリビングルーム一つでしょ、そして玄関をまっすぐ入るの。玄関まっすぐ入って、で、二手に分かれます。T の字に分かれていて、こっち側に大きなリビングルームがあって、こっち側が寝室って感じになっています。もうね、入った瞬間になんかちょっと怖めだなって、幼心の中思っていたんだけども、ここで私初めての金縛り体験っていうのをしました。ので、聞いてください。もっと怖そうに話せたらきっと本当に怖い話なんだけど、あまり上手に話せないので、しれっと聞いてくれたら嬉しいなと思います。当時ね、お母さんと、お母さんのお友達と一緒にお姉ちゃん家に遊びに行ったんだよね。私がまだ小学生の時でした。そんで、
まあ、大人のお話になるからさ、大人たちはリビングルームでワイ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 さ、このマンションどうしましょう、売りましょうか、渡しましょうか、それとも、もうちょっと待った方がいいんじゃないの、もうちょっと値段が上がるんじゃないの、不動産ってね、みたいな話をしてたの。だからもう子供だったレジはさ、つまんなくなっちゃったから、あのお姉ちゃんの寝室の方に行ったんだよね。寝室の方に行くとさ、ちょっと空気が怖いの、シーンみたいな、ちょっぴりなんか空気がズドーンと重い、あ、なんかちょっと今思い出すとめちゃめちゃ怖い気持ちになってきちゃった、やばいね。そうなんですけれども、寝室もね、だいたい6畳ぐらいなんですけれども、結構圧迫感のある、寝室でしたね。そう、そこにね、いっぱいお姉ちゃんが当時さ好きだった漫画とかさ、お洋服とかがたくさん並んでるわけなんだけれども、あの私はそのお姉ちゃんが持ってた漫画の中からエースを狙えの何巻 2,3 巻ぐらいをさ、ガバッと取って、あのお姉ちゃんのベッドに横になりながらこうやって一人で漫画を読んでたんだよね。ペラペラ読んでるうちにさ、だんだん眠くなってきたの。あ、眠いなと思って、そのままスッとですね、横になってペタッと眠りについたんですね。そしたら私こうやって寝てたんですけど、いきなり体がピキプリーンっていう感じで、あの何もうライオンズマンションみたいな、まあ、体がライオンズマンションみたいな、まあ、なんかライオンズマンションが悲しまるみたいで、本当にすいません、あのにライディングが走ったんですよ。雷が走ってですね、ビッとそのまま体が硬直してしまいました。そしてそのまま、あ、これなんだろう、この感覚みたいな。でも耳を澄ますとさ、遠くのそのリビングルームで大人たちが喋ってる会話聞こえるんだよね。で、同時に自分の心拍数も聞こえるの、めちゃくちゃ緊張してすごい怖いっていう感覚だったのを覚えているわ。そう、そのままですね、私はこんな感じ。枕の下にこっちの手を入れて、こっちの手をこうやってついてたんだけれども、そのまま体を動かそうとしても動かないから、なるべくね、こう、首からこう動こうとしたんだよね。なんか、動こうとしたらですね、赤ちゃんの声が聞こえてきたの。嘘でしょと思って、そんなはずはないと思っていたんですね。そしたらですね、ピタッとね、この布団のシーツの上に置いてあった手の下にですね、もう一つピタッと女性らしき冷たい手がですね、ピタッとこう重ねられあったんですよ。で、私それは目開いてるもんだからさ、見ちゃってさ、あのすごい爪がね、爪がなんかすごい爪だったの、なんか土がなんか混ざってる、なんか手でさ、土をその素手で掘ったみたいなさ、土いじりしましたみたいなさ、すごい手で、女性の手だったんだけど、ビタってこうやってくっついたの。それ見てもさ、私の心臓マックスみたいな感じで、もう怖いみたいな風になってさ、この手剥がします、すいませんけど、申し訳ないけど剥がしますって言って、こうやって、こんな夢なら覚めて、みたいな感じで、こうやって話そうとして、なんとか首が動いてきたわけよ。で、なんとか首が動いて、パッて自分のベッドの上を見たら、こんな髪の毛の長い女の人がそこにスッと立っていたんですね。私、そのまま、金縛り中だったんですけれども、人生で初めて腰を抜かしました。みんな腰を抜かしたことある？もう本当にびっくりするよ。本当に腰って砕けるって言いますけど、腰砕けるってこういうことなんだなっていうのを感じました。そのままふわってもう失神しちゃって怖いみたいな。で、そのままちょっと数分なのか数十秒なのかわからないけれども、ふっとも目を覚ましてですね、私はガクガクブルブル、その時にはもうあのこの女の人はいなくなってたんだけれども、そのままですね、私はもう、来る、きっと来る、きっと来る、スターもシャラハローみたいな感じで、あの、この地面をですね、這いつくばってるキッチンを通り過ぎてですね、隣のリビングルームに行って、大人たちのところにすっと行ったんです。はぁ、めちゃめちゃ怖かった。もう、怖かったけどさ、人間ってこの時にすごい思うんだけど、本気で怖い体験をした時って、これね、怖かったの、今さこういう感じでさとかは絶対言えないんだなっていうのを、あの分かりました。その時にもう本当に怖い体験をした時って、もう本当に口つむいじゃうのね。私スッとお母さんとその友達の間にスッと正座入って、もうお茶をすする、再現できないからハイボールをすすろうっていうことをしました。でももう私その今感じたその女の人いたんだよって体験をですね、あの何回も喋ろうとしたんだけども、喋れなかったもんな。喋ったらなんか来ちゃうんじゃないかなと思って、もう怖すぎて、もうその日一日ずっと口をつむいだまま、あの大人たちはマンション売るだの売らないだろうの話をしていておりまして、そのまま帰り道、お母さんの手をそっとつなぎ、お母さん、私体がいきなり動かなくなって、そしたら
私さ、寝室にこんな髪の毛の長い女の人が立ってたんだけど、私見ちゃったよねみたいな感じの話をしたんですよ。もうそしたらあのお母さんが、あ、そうなんだ、やっぱりあのね、お姉ちゃんも言ってたの、だから私この家売ろうと思ってるんだよねとか言ってあっさり言ったわけよ。もう本当にやめてよ、そんなところに私を連れて行かないで、もう That was my first 金縛り day today みたいな感じの体験をしましたと。さ、その話、後日談があるんだけれども、お姉ちゃんにねその話を言い訳していたの、私多分人生であの後で調べてみたんだけれども、これ地獄先生ヌーベで言ってた金縛りってやつだと思うんだよね。あのミキちゃん、あの D カップのおっぱい大きいミキちゃんっていう生徒がねヌーベの中にいたんだけど、そのミキちゃんが体験したこの金縛りって多分こういう感じだったと思うんだけど、完全にそうだったんだけど、お姉ちゃん知ってたっていう話をしたの。そしたら私の姉はですね、もうめちゃくちゃ本当に半端じゃない、半端じゃなく、もう幽霊がうちにはめちゃくちゃ来ていて、この前お姉ちゃんがあのいい、その当時付き合ってたいい男をですね、お家に連れ込んだらしいんですよ。俺お家に連れ込んで、なんか、あ、やだ、あ、なんか落ち来るみたいなのとか言って玄関ガチャガチャパッて開けた瞬間に、その彼たちの待って、あ、ごめん、めっちゃこのごめん一つ言っていいみたいなこと言ってパッて止まったんですよ。もうきっともうそのメンズだってこそさ、もう生きり立ってさ、もうなんか今夜はみたいな感じだと思うんだけど、でももうスッてなっちゃって、一つ言ってもいいかなとか言うから、もうねお姉ちゃんは、あ、待って、ダメ、言わないで、分かってるからって言って、その夜は共に過ごしたそうな。はーい、怖い話。レジェスピー、本当にすみません、私の語彙力がなくて、本当に皆さんの大切なこの15分間ぐらいを本当にこの動画に捧げてくれた人は本当に来世でお返ししたいと思います。っていう感じで、これが私の初めての金縛り体験でした。イエーイ、はい、怖いですね。っていう感じで、このぜひね教えてほしいの、みんなもしさ金縛り体験ってこれって金縛りですかとか、これはなんかほらいわゆるストレスで感じた末のなんか脳の疲れからのなんとか科学的なこう体がしびれてしまっている状態ですかとか、なんか、うん、そんな話、いやお前さそれ虚言癖やろ、絶対嘘やろみたいな、そんなコメントでもいいです。なんかぜひコメント欄でなんか教えてほしいなって思ってます。そう、それでなんか返信とかしながらさ、みんなのなんかこれ怖い体験を金縛りにならないようにしたいんだけどとかあったら、もうそれ一緒に解決していきたいわけ。なぜなら私割とあの本当にふざけてるんだけれども、割となんかその冷静に割とみんなのその苦しい霊的な体験がある人がいればね、あの割と本当に助けになることができると思うの。だからあの騙されたと思って、騙されてぜひ辛い人はコメントをしてみてください。はい、というわけで第2回目のテーマは初めての金縛り by ラジオ知識ボイスカウンセラー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 、はい、でございました。というわけで、はい、もうそろそろハイボールを楽しみたいので、今夜はここまでって感じで、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。それではレジェスピー TV、 バイバーイ。ヒップホップブリダレジェコDa da 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 da